もう一個ですね、頭くることがあってですね、でさっきあの吉野家入って牛丼食ったんですね。朝に小さい牛丼ってあるんですね、あれ今日最近あれ3年ぶりぐらいに吉野家食ったんですけど、やっぱりうまいですね。でもそれはいいんですけどね、あの YouTube 見てたらね、なんかトラさん、あの映画のトラさんいますね、あれは論破王だみたいな、くったらない動画を作ってる変な青臭いやつがいましてですね、あのお前は本当にトラさんを見たことあるのかと言いたいですよね。トラさんはですね、決してあの論破なんてしようとしてないんですね。あれは単純にね、自我を通してるだけなんですよ。であとはですね、そこ相手に対してこう愛情とこう尊敬の念を持ってこう諭しているんですよね。それをですね、流行りの論破王だとか言ってですね、変な格好だけ寅さんの格好してなんかこんにちはとかやって、もう本当ね、そういうやつは本当ね、もう何でしょう、この犬の糞にね、になってしまえとね思いますよ。本当またね、釣れないからね、余計イライラするんですね。これは良くないですね。またあのタートルさんにですね、これお叱りを受けてしまうな。これまあいいや、まあいいんだけど、これでですね、これで釣れたらすごいかっこいいんですけど、やっぱ世の中そうはいかないよな。あとこれ携帯落としそうで怖いですね。あの GoPro とかそういうね、一回見に行ったんですけどね、高いんですよね。買えないですよ、あんなの。仕方ないから携帯でやってますけど、これ、あとでダイソーであれですね、この指に引っ掛けるやつ、つけないと、これなんかの表示で、これ本当落としちゃいますよ、これ携帯。まあ、そんな感じでですね、今釣りしてるんで、これ見てください、これ。これほら、ミミズですよね、もう見た目。これ夏か使ってもですね、食わないって何なんですかね、腹が減ってないんでしょうか。